はい、大田道館機構。今日は越生のですね、山吹の里歴史公園。越生の駅からそうですね、600メートルぐらいなんで、10分ぐらいゆっくり歩けば着く場所です。今大田道館機構の新しくですね、銅像ができたんで駅前ちょっと見てきました。で、こちらですね。これはおっぺ川と呼びます。腰辺川と書いてですね、おっぺ川。この上流にはですね、黒山三滝とか、有名な景勝地がありますけども、まあ、ここは山吹の里って、まあ、名前はついていて、まあ、観光地として紹介されていることが多いですけど、まあ、こちらはね、新しい橋になります。で、これはもともとあった橋ですね。で、歴史公園の方は道路をちょっと挟んだところにある形でですね、まあ、後世に作られた、大田道館校の、まあ、ゆかりの場所ということでですね、山吹伝説の里として有名な場所です。上に展望台が見えますけどね、上からね、大瀬の町を見ることもできます。山吹橋と、山吹という名前があちこちに出てきますけど、山吹伝説についてはですね、他でもビデオ何本も出してますんで、歴史の詳細、あと地域の詳細、それとまあ、住所とか生き方の詳細ですね、そういったものも合わせて紹介してますのでご覧ください。まあ、川は今ねあまり雨がないんで水はないんですけど、このような川でね、歴史公園の方はですね、まあ、水車とかあってその雰囲気が、留めていますけど、留めているというか作られて、そういう雰囲気を見せているという場所になりますけど、まあ、実際の川はこのぐらいしか水量がありません。まあ、大きなダムとかはねないところなんですけど、山吹の里の方でも、ね、ちょっと話はまたしたいと思いますけども、まあ、なかなか大越生もね頻繁に来れないんで、まあ、年に1回か2回ぐらいしか最近来てないで、今日はちょっと時間的に龍恩寺さん行けないんで、菩提寺あるんですけど、また近いうちに行きたいと思います。はい、山吹の里駅からの徒歩圏、それと大田道館校にまつわる、まあ、ゆかりの地ということで、入り口付近のご紹介でした。この奥に見えているのが山吹の里。